はい、かき小屋、あ、いや、かき小屋店主が送る、かきの美味しい食べ方講座その3です。こんにちは、岡崎市で串カツ、かき小屋のアホやねんというのをやっております天野と申します。女子の、あ、ゆうとです。お願いします。お願いします、本日は、焼きかきの、美味しい食べ方っていうのを、やらせていただきます。ポイント、牡蠣はですね、焼けた時にですねどうなってるか、当店にちょっと分かりやすく書いてあるんですけどね、これは本当に説明しますね。ダイヤの方を最初にこちら下にして3分、そこから牡蠣、をひっくり返して3分。なんでかというとですね、こちらですね、牡蠣がへこんでる方は最終的にこの上になるとですね、開いた時に汁がこぼれません。海のミルクが飲めるんですね。ちょろちょろっとね、な感じでございます。はい、ということでこちらですね、こうやって3分やって3分当店ですね、一応ですね安全のこと考えましてパンパン跳ねます。蓋もございます。なんとで蓋してパン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 とこう、これ蓋してる時にですね、一番こう何のために蓋してるかと、パンパン跳ねないためにやってるんですけど、これねお客さんねやるんですね。わあ美味しそうって火をつけたままこうやって近づいて、この時点でパンと跳ねたら目の中入って失明です。残念なことなんでね、まず火をこうした時、前にですね一回火を切る、開ける、これねちゃんとやってくださいね。はい、これで焼きたものこちらです。ザン、まあだいぶちっちゃくなりましたね。はい、まあだけどね、はい、これにですね、ポン酢、はい、女子いい動きしますね。はい、そして定番のハラペーニョ、はい、はい、3滴ぐらいにしてもらえると嬉しいですね。はい、どうぞ。はい、こちらですね、おかずさんのかけでは生でも食べれるものですね。ちょっと焼いちゃいました、最適ですね。あ、辛いけど美味しいですね、うん、焼き牡蠣、うん、血が詰まってまでやってます